カイロのスルタンハッサンモスクにあるミンバル・ミンバルもしくはミンバールとは、モスクに設置される、説教団である。通常、キブラを示すミフラーブの傍らに設けられ、金曜日にはここでハティブが説教を行う。かつてはその時々の君主による布告もここで、行われていた。木製であることが多いが、レンガや石などで作られる場合もある。 固定式のものと移動式のものがある。階段状になっており、豪華なものでは装飾に加えてすり、扉、天外も備える。語巧に NBR、立つから派生した語である。テイオドール・ネルデケがすでに指摘していたように、この概念はエチオピア語からの借用であった可能性もある。ミンバルの歴史は、 ムハンマドイブニアブドゥラーフの時代に遡り、伝承によれば信徒たちに、ムハンマドがよく、見えるようヤシの幹の下にザブのある二つの段を作らせたのだという。これは A、ワッドと呼ばれていた。タバリーの世界の歴史においてワーキディは、説教団の設置は、ムハンマドの時代のことであるとしている。この年に預言者は、ミンバルを作り、この上から人々に、 説教するのが常であった。二つの段と自身のための座部を作った。他の番では8、629としているものもあり、こちらも信頼できると思われる。初期のカリフたちも、また同様にして、ミンバルを使用した。初期には、ミンバルは、王座、世俗権力の象徴でもあったものであろう。もともとは、すべてのモスクにミンバルがあったわけではなかった。 エジプトの地域史アルキンディアルイコールミスリは10世紀に巧妙な租税管理人区大分社陸の下で行われたフスタートの大モスクの包括的な拡張工事について記録する中でこのモスクにミンバルが設置されたのはヒジュラ歴94年のことであったと記述しているアルキンディの時代以前ではこれがマディーナの預言者のミンバルに次ぐ2番目のミンバルであった 彼は94年に新しいミンバルを設置した。今日に至るまで預言者のミンバルを除くと、どこの行政区にもミンバルは見られなかったと言われている。ハイデルベルク大学に伝わるパピルスの巻物によると、スタートには658から659年頃に、すでにミンバルが存在しており、地方の行政官が世俗の領分での演説を行う際に座席として、 用いていたという。ウマイヤ朝の初代カリフ、ムアーウィアは、ダマスカスからメッカへの旅の際に、自分のミンバルを一緒に運ばせた。これが、最初の移動した、ミンバルであったろう。メッカの都市年代記作者アルイコールワズラキによれば、ムアーウィアは、メッカで、金曜の説教を、ミンバルで行った、最初のものであり、このミンバルは三段しかなかったという。 アンダルスの歴史家によれば、ウマイア朝のハカム2世のミンバルは955から956年のコルドバの大モスクの完成後のもので、可動式であり、車輪で移動させることができたという。アッパース朝のカリフ、アルワースは、ハジジの3つの重要な投入地であるメッカ、ミナ、アラファト山にミンバルを設置するよう命じた。アルイコールアズラキの調査によれば、 それぞれの投留地で説教が行われたので、巡礼儀礼における礼拝に、これらの民ルが役立ったのである。しかしながら、馬屋町になって、以降も、民ルは裁判官の座として用いられており、裁判官は、自宅前に自身で、民ルを設置させ、そこで判決を申し渡していた。民ルの、こうした使用は十世紀のカイラワーンでも、立証可能である。公的、 法的な仕事の進行手段としての説教団は、モスクのミンバルとは切り離された、世俗の領分でのカディの私有物であった。ミンバルが、モスクでの純粋に礼拝上の用途に用いられるように、なるのは、アッパース朝になってからであった。モスクが純粋な礼拝の建物へと発達するに、伴い、ミンバルも、神聖国家の統治者の王座から、説教団へと変化していった。 カイラワーンの大モスクのミンバル。背景にマクスーラ。1900年の絵はがきイスラームの宗教建築の一部としての初期の形のミンバルが当初の姿のままでカイラワーンの大モスクに保存されている。これはアグラ部長の統治者イブラヒム2世により建造されたもので、材料のヒマラヤ杉はそのためにバグダードから直送されたものであった。 この11段の説教団には、後の木のミンバルの特徴的な要素となる門と、天井がまだ欠けている。装飾全体は、ウマイア朝の様式である。エルサレムのアルイコールアクサーモスクに見られるように、ファーティマーサではすでに、ミンバルの最終型に到達していた。1168年に、ヌールディーンが、アレッポのモスクのために寄進し、サラーフディーンが、エルサレムまで、 これを運んだ。このミンバルにはすでに枠のある門とドーム状の覆いが備わっていた。カイロのスルタンハッサンモスクとマドラサのミンバルも同様のデザインであった。ファーティマ町の枠構造とツルで覆われた様式を持つミンバルのデザインのもう一つの例が上エジプトノクスのアムルモスクに現存している。ここではミンバルとミフラーブが 内部建築の一つの谷を構成しており、これらは、ファーティマ朝のワズイールであり、アスワンとクスの知事でもあったターラ・アイ、イブン・ラジックが1155年に町に寄進したものであった。イスラーム世界におけるミンバルの中でも、マディーナの預言者のミンバルは当然ながら特別な位置を占めている。判決確定の過程において、預言者のミンバルの下で行われるには特別な、 重要性がある。予言者のミンバルの脇もしくは、上で偽証を行うと地獄へ落ちるとされる。関連するハディースの中に、この意味で、規範的な性質のものがある。地獄の火に焼かれるであろうというのは、ハディースでは似たような文脈でしばしば用いられる、モチーフである。予言者のこの演説を記録したと思われる最古のものは、学者マーリクイブンアナスの法的著作である。 注釈によれば、預言者のミンバルのもで宣誓をするという被告人の要請は、イスラームの方の実践の発端であったという。イスラームの伝承によれば、預言者ムハンマドは、法律問題における彼の説教団の下での、宣誓をすんなとして基準化したのだという。しかしながら、今日の研究では、ムハンマドの存命中では、マディーマの預言者のミンバルは、メッカのカーバのような、 先生の行われ、聞かれる、神聖な場所ではなかったのではないかとされている。初期、マディーナの憲法とされる初期のものでも、最古の文書では、マディーナの預言者の家を、神聖で、ハラームとしているのみで、特別な場所とはしておらず、また、ミンバル自体に言及もしていない。説教団のタブーか、マディーナのミンバルで、特別な誓いをすることは、 その混流よりも後の時代に起源を持つようである。説教団は徐々に、くじの議論のための演壇となっていった。カール・ハインリーヒベッカーが、その研究において、適切に記述しているように、ミンバルは最初は、裁判官の椅子といったものであり、誰もが知っていた、祈祷の時間以外のムハンマドの居場所であった。したがって、説教団は、早い時期から、 すでに世俗的、政治的権力のシンボルとして理解されており、政治的正当性の実現と確認の場所であったのである。初代カリフの選挙の際にアブーバクルは、人々が彼に真の誓いをさせるため説教団に立つことを、勧められたのであるとムハンマドアル・ブハーリーによる、出来事の記録に書かれている。イブンハンバルのムスナッドによれば、人々が集まると、 アブーバクルは説教団の上、彼のために作られた何かの上に立ち、そこで演説をした。預言者のミンバルというのが構築物そのものではなく、その大きさや形も決定的ではなかったとしても、まさにその場所において、先生はなされ、政治的正当性を受けたのである。先生の習慣はイスラーム以前からすでに存在していたので、 マディーナ及び跡には、地方都市においての公的生活と、法的判断における、先制の場所としてのミンバルの機能はもともとは、メッカの聖地とは、パラレルなものとは考えられていなかった。メッカのカーバとマディーナの預言者のミンバルという二つの、場の同期化は、8世紀後半、マーリクイブン・アナスやアッシャーフィーの時代になってからの、初期の方角での体系化によるものである。 正義の発見の過程において、預言者のミンバルは、法の、朝廷の座とされた。他方で、イスラーム帝国の大モスク、ダマスカス、クーファ、フスタート、コルドバ、では、ミフラーブの近くが先生の場として通用していた。しかしながら、旧世紀のイスラームの方角では、単なるモスクのミンバルの下での先生は、効力のないものとされていた。 何人も遊牧民のモスクでの宣誓に召喚されることはない。4分の1ディナールのためにもそれ以下のためにも。そのような崩壊尺、部族の宿泊地のものと都市民のものとでは、モスクの間に差別がある、は、低住民と遊牧民の間に、社会的差別を生じさせていた可能性が多いにある。マディーナの預言者のミンバルは、 前史時代からの違法として、残り現在では不可侵なものとなっている。こうした考えは、資料によれば、ムスリムの最初の世紀にはすでにイスラームの伝統の一部として存在していた。ウマイア朝のカリフたち、ムアウィやアブドゥルマリク、ワリード一世は、ウマイア朝の新しい首都の政治力を強調するために、 預言者の説教団をダマスカスへ移設したいという意図を持っていた。ムアーウィアは政治的意図から移設を実施しようとしたが果たせず、説教団を布に包んで元の場所に残しておいた。ものを通じた行為はユリウス・ベルハウゼンと後には C.H. ベッカーが描写しているようにある種の生成にまで達しており、メッカのカーバにおけるものはイスラーム以前の時代から一般的であった。 預言者のミンバルのタブー化に対して人々が疑念を抱いたことは8世紀中旬にはすでにハディースの形で預言者の発言に返せられて表されていた。人々が私の墓を偶像として崇拝し私の説教団を祭事に用いるようなことから神が私をお守りになるように。メッカではカーバに特別な先生の場所があるがミンバルはない。先生は 黒井のアルカドとマカームイブラヒームの間で行われる。アルイコールアズラキによれば、8世紀初頭以降は、この場所の生成を強調するために、この場所で些細なことの宣誓を行うことは、許されないと、メッカの学者たちが定めた。ありがとうございます。